最高機密の海上自衛隊潜水艦に最新鋭対迎型3隻で揃い、中国海軍もお手上げとの情報をキャッチしました。今回は、そんな対迎型潜水艦の性能と潜航深度900メートルでの優位性なども合わせて見ていきますね。日本の最新鋭魚雷が異次元の潜水艦能力を10倍にしていますし、中国の潜水艦はかなりうるさいみたいです。すぐにバレるって話なんですよね。潜水艦が黒潮に乗って海流を進むこともあり得るのでは、やっぱり中国お手上げ、最後まで見てください。今年2024年3月8日、海上自衛隊の潜水艦隊を構成する一隻として、最新鋭の対迎型通常動力型の攻撃型潜水艦の3番艦である神鯨が就役を果たし、神奈川県の横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に配備された。これまで、最新鋭の対迎型は、1番艦にして、ネームシップの対迎が2022年2月に、横須賀基地の第2潜水隊群第11潜水隊翌2023年3月に、同2番艦の枠芸が、広島県の5基地を母港とする第1潜水隊群第1潜水隊に実戦配備済みだった。近年の海上自衛隊では、新造された潜水艦が毎年1隻ずつ実戦配備され、それに伴って、現行の潜水艦隊の定数である22隻体制を維持するため、旧式艦が代わりに1隻退役、もしくは練習艦に下げられることが常であった。そのため、今年の神鯨の就役時も、こうした同様の措置が取られるかとも思われたが、就役から2年を経たばかりの対迎が、試験潜水艦へと艦種変更をされたため、神鯨が、その分の穴埋めをするという珍しい状況が生じている。現在の海上自衛隊では、潜水艦は22隻体制を敷いているが、それ以前の16隻体制だった頃から、試験潜水艦という役割は個別の艦に特定されず、実戦配備中の艦の中で持ち回り制で、その任を兼務していた形だった。今回、最新鋭の対迎型のネームシップにして、1番艦の対迎が、あえて実戦配備からわずか2年でその座を離れ、試験用潜水艦に固定された理由としては、次級の潜水艦開発に注力したいとの考えの表れとも感じられる。というのも、現行で海上自衛隊の潜水艦として最新鋭ではある対迎型だが、艦隊の基本のデザインや搭載するディーゼルエレクトリック方式の機関部などは前級である双流型を発展改良したものとめされているためだ。これが対迎型の次級からは、おそらく艦隊の設計からデザインまでを含めて新規に実施させれると予期されており、この開発と建造をスムーズに進めるために、最新鋭の対迎を専任艦に抜擢したと解釈されている。対迎型の機関構成は前述したようにディーゼルエレクトリック方式が採用されているが、これはディーゼル機関と発電機とリチウムイオンバッテリーで構成されており、そう、流型の最終の2隻から導入された形式である。2024年現在、最も旧式の海上自衛隊の潜水艦は親潮型であるが、同級は未だ8隻が実戦配備中であるため、対迎型も少なくともあと8隻はこれらを代替すべく建造が継続されるのではないだろうか。そしてその次に導入される全く新型の潜水艦の開発に注力する意図を持って、今回対迎は試験潜水艦への艦種変更が行われたとみられ、その進化は、いずれ公表されるであろう新型潜水艦に反映されることは間違いない。さて、そう、流型の最終の2隻と、現時点で最新鋭である対迎型の機関構成は、同様に、ディーゼル機関と発電機とリチウムイオンバッテリーで構成されたディーゼルエレクトリック方式であることは、前述した通りである。しかし、全く同じかといえば、細かな点で相違があり、そう、流型は、1番艦から10番艦までの10隻は、ディーゼル機関と発電機と鉛製バッテリー、そしてスターリング機関をも組み合わせた機関構成が採用されていた。
ここで搭載されていたスターリング機関は、当時の通常動力型潜水艦でトレンドでもあった非対機依存推進 AIP を実現すべく採用されたもので、スウェーデンは、コックムス社製の 4V275 ラウンドマーク3スターリング機関をライセンス生産したものだった。コックムス社製の 4V275 ラウンドムギースターリング機関をライセンス生産したのは、日本中での行動半径、時間の向上を基とした上での選択だった。当時の海上自衛隊の技術研究本部においては、そう、流型の建造に着手した段階で、すでに、リチウムイオンバッテリーの開発も並行して進めており、当初の予定では、そう、流型の5番艦から、この実装を目指す計画であったという。結局、コリチウムイオンバッテリーの開発と安全で安定的な運用を考慮して、実際に、そう、流型に、この機関部が搭載されたのは、同級11番艦である、桜竜まで後ろ倒しとなって実現された。リチウムイオンバッテリーは、従来までの鉛製バッテリーと比較した場合、万一の事故の際に、有毒な水素ガスの発生の可能性がなく、同じ容積や重量であれば、実に、倍以上の効率と反復満つる放電回数にも優れている。加えて、リチウムイオンバッテリーは、充電に要する時間が大幅に短縮することが可能であり、使用時の放電による急激な電気容量の低下を防止できるため、鉛製のバッテリーに比して、運用効率の向上が見込まれていた。ここまで記述すると、リチウムイオンバッテリーが、鉛製バッテリーを、性能面では大幅に上回ることは明白ではあったが、前者には発火しやすいという兵器に搭載するには、致命的な弱点があり、その安全対策が技術的な課題であったとされる。これを解決したのが、潜水艦用のリチウムイオンバッテリーを開発した日本の GS 湯浅社の卓越した技術力と、日本の潜水艦自体の設計を長年手掛けてきた三菱重工業者による設計上の安全性の担保にあったとめされている。こうして、GS 湯浅社や三菱重工業者の普段の尽力により、そう、流型11番艦桜竜以降からは、ディーゼル機関と発電機とリチウムイオンバッテリーの機関構成が実用化に至り、今の体型型にも継承されている。しかし、そう、流型の最終の2隻と体型型とでは同様の機関構成とは言いつつも、後者は当初より、その搭載のみを前提とした設計となったことにより、より、艦内のスペース効率を向上させ、その余波でジェンダーフリー対応も図られた。これは、海上自衛隊の艦艇の中でも、最後まで、女性自衛官の勤務が、その生活スペースの確保が困難なことから行われていなかった点の改善にもつながり、それを念頭に置いていたわけではないだろうが、結果的に実現させたと言えるだろう。さて、体型型の3番艦の人芸に話を戻せば、同艦は、基準排水量が3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの艦隊を持ち、乗員の定数は70名、建造費はおよそ700億円とされている。昨今は、オーストラリアが、アメリカとイギリスとの間に、新たな軍事同盟であるオーカスを締結し、その一番の目的に、攻撃型の原子力潜水艦の調達が挙げられており、まず、アメリカからバージニア級を入手した後、イギリスとオーカス級と呼称する新型艦を建造すると報じられている。このことが公にされて以降、日本でもオーストラリアに倣って、攻撃の原子力潜水艦を調達して、中国の脅威に対抗すべきではないか、という意見が一部から上がり、与党の政治家でも、これに組みする発言が聞こえてくる。西側諸国の中ではアメリカをはじめ、イギリスやフランスが言うまでもなく、攻撃型の原子力潜水艦を運用しているが、現行のそれらの建造費は、総じて、一隻あたり8000億円以上とも言われ、体型型と比較しても、実に10倍以上に相当する。そうした建造費を考慮した場合、単純計算で、体型型12隻分を1隻で代替できるという計算が成立するのならば、費用対効果としては、
検討の余地もあるかもしれないが、そこまでの効率化は困難ではないかと個人的には感じる。ただし、今後は日本も対地攻撃能力を見据えた VLS、垂直発射艦を装備する潜水艦の検討も進める状況にあるため、こうした潜水艦の期間については、長期間の潜航能力を考慮して原子力推進も検討すべきなのかもしれない。